サボってないかと思ってサポーターになってください。サポーターただですから。お得でしょ皆さん。月々たった1000円、サポーターなら0円。目先の人参ぶら下げられてひょこひょこついてってるだけです。でね、選挙終わったらね、人参取り上げるんですよね。今日これね、本当は政治資金パーティーで話そうと思ってた話ですよ。これをね、言わない政党はね、保守でも愛国でもなんでもない。こんなことを言う政党は日本でね、賛成党だけですよ。はい、あのね、動画撮る方、聴衆の顔とか勝手に撮らない、プライバシーがありますから。賛成党の部屋。さっき吉川さんが言ってくださった通り、日本で一番新しくできた国政政党ですね。で、私一人しかいないということなんです。だから、多くの国民の皆さんに知られていません。ですので、今度中国で補選が4月16日からありますが、その前に一人でも多くの高等区民の皆さんにですね、参政党の存在を知っていただきたい、ね、でそこで吉川里奈っていうですね、政治家が頑張ってるんだということを皆さんに知ってもらいたい、そんな思いでみんなで休日返上で頑張っていると、そういう状況ですね。ですので私これからちょっと、2、30分喋りますが、よかったら立ち止まって聞いていただいて、参政党っていいじゃないかと思ったら、騙されたと思ってサポーターになってください。はい、サポーターただですから。はい、サポーターになると週に1回メルマガが届いて、この街頭演説の案内ですとかね、いろんなイベントの案内が届きますので、まず参政党を知ってみてください。そして行くと必ずこの代々の服を着た人たちがいます。その方々と話してみてください。いろいろ言われてますね。ね、陰謀論だとかカルトだとか不欲だとか言われていますけども、そんなネットの情報に騙されずに、とにかく現場にいる党員の皆さんと交流をしてください。ね、党員の皆さんが参政党です。彼らが参政党なんです。ね、私を見て参政党って判断しないでください。ね、いや、それはなんかね、自虐的かもしれませんけども、私イコール参政党じゃないんですよ。みんなで作ってるのが参政党。ね、みんなで政治に参加する党という意味で、参政党という名前にしていますので、ぜひですね、今日、ここで参政党をしていただいた皆さんには、参政党に関わっていただきたいなということを先に申し上げておきたいと思います。じゃあ、参政党いいぞって言うけど、どういう党なんだということを今日お話しますね。参政党が一番大事にしていることは、みんなで学ぶということです。参政党の政策の一番は教育ですから。ね。で、なんで教育が必要なんですかということなんですけど、まあ教育というとね、子供の教育と一番に思われると思うんですが、子供の教育すごい大事です。すごい大事なんですけど、その前に我々日本の大人が情報を得ないといけないことがたくさんあります。で、情報を得るとどうなるか先に言っておきますよ。情報を得ると未来への不安が安らぎます。なぜなら予想ができるからです。これからどうなるかっていうことに目算が立つから不安が薄らぎます。それともっといいことあります。情報を得ると資産が増えます。損をしなくなります。ね。例えば、ね。政治が分かってる。国際情勢分かってる。ね。今日本が利上げをすると言いましたと。ね。利上げするっていうとですね。これで、金融緩和終わるのかと思えばですね。でも日銀は金融緩和は継続しますと言って、一応ジャブを打ってますね。でも利上げをするっていうことは引き締めなんです。で、これでアメリカが次どうするかです。これでアメリカが利下げをしてきたら、ね。次は円高になりますよ。今円高になったらどうなります皆さん。ね、日本は、ね、今過去最大の株高ですよね。あの株買ってんの誰ですか？外国人でしょ？日本人株そんな買ってないでしょ？そんなお金ないですもんね。日本人が8割は投資に回すお金ないって言ってんだから。ね、一部のお年寄りと、それから機関投資家みたいな人は投資できますよ。お金あるから。でも日本の株を買ってんのは外国人です。外国人は日本企業の成長のために株買ってんですか？違います。投資です。ってことは、株が高い時に利確したいわけですよ。でも利確してもですね、円持ってたってしょうがないでしょ？ねえ。円持ってたらしょうがないし。まあでも今は円安だったから、円も売っても損するわけですよ。となると、日本が金融引き締めをして、アメリカの金利が、下がる。ね。そうすると、ね、ドルが下がって円が上がりますよね。そしたらそこでバーンと円を売るわけですよ。ね。こういう流れがこれどうなるかわかりませんよ。これはあくまで私の奥さんを言ってるだけだから。でも、こういったことが分かれば、皆さんも投資に参加できるわけですよ。ね。となると、これどうなってんのと。アメリカの金融の制度どうなってんの、日本の金融どうなってんの、日本とアメリカの関係どうなのということが頭に入ってたら、皆さんも資産を増やすことができます。あんまりいい増やし方じゃないですよね。右から左にお金を流して増やすっていうのは、いい流し方ではありません。
本当は汗水流してコツコツ働いて、ね、それで資産を作っていく、社会の役に立って資産を増やしていく、これが一番いい資産の増やし方です。がしかし今の世の中そうなっちゃいないんですよ、残念ながら。政治がおかしいんで、ね、そういうことをちゃんと学んでおけば損しなくて済むでしょ、ね、変な誘導に乗せられて済むでしょ、日本政府が進める金融商品がおかしいかもしれないと覚えることができるでしょ、ね、こういうことを学べるのが参政党なんです、ね、お得でしょ皆さん。月々たった1000円、月々たった1000円、サポーターから0円、ね、これね、なんかの通販じゃないんですけど、でもこういったことをですね、みんなで勉強してるのが参政党だっていうことです。そうじゃないと、ね、あれやりますよ、これやりますよ、なんとか無償化しますよと、ね、だから我々にそう言ってくださいみたいな政党あるじゃないですか。あんなとこに投票してたって何も変わりませんよ、ね、だって国民賢くなんないもん、ね、あ、なんかもらえるんだったらいいかな、なんか無償化してくれるんだったらいいかなって言って、目先の人参ぶら下げられてひょこひょこついてってるだけです。でね、選挙終わったらね、人参取り上げるんですよね。選挙前は人参ぶら下げといて、選挙終わったら取り上げてですね、で一応形だけ無償化とかしてくれるんだけど、実は我々の税金だったっていうですね、何にも得してねえじゃねえかということなんだけど、それにずっと騙されるわけですよ。ね、なんでか、それは勉強してないからです。情報がないからです。政治の仕組みが分かってないからです。それを変えない限り日本が良くなることはありません。ね、参政党が、ね、日本を良くするんじゃないんですよ。参政党は国民の皆さんに情報を伝える党なんです。一緒に考えるんです。皆さんが日本を変えるんですよ。ね、神谷さん日本のためにお願いしますとかね言われても僕一人でできませんから、もうこれ以上ね僕にねなんか任せないでください。嫌ですもん、勘弁しません。子供たくさん作ってほしい。いや、みんなが作ってくださいよ。僕も2人いますから、なんとかあと2人ぐらいね助かればありがたいですけど、僕だけが子供作ったらしょうがないでしょ。みんなで作りましょうよ。でもみんなで子供増やすには、その社会整備しないと、収入増やさないと、ね、賃上げしないとダメですよね。でもなんでそれができないのかっていう背景を今日少しお話します。これね、歴史の話をしないといけない。参政党で特に我々大人が共有している、党員が共有しているのは歴史、世の中の縦軸ですね。それと国際情勢です。縦軸と横軸が両方分かってないと、今自分がどこにいるかが分かんない。今日本人迷子なんですよ。迷子なんです。今自分たちがどこに立ってるか分かんないから、どこに行けばいいかも分からず、そして金銭的に厳しいから目の前のことだけ見て、で世の中良くならないと思って憂いてるわけです。ね、でも何かがおかしいと思うならば、なんでそうなってるかっていう原因を自分で分析する力が必要です。それには歴史の知識とか国際情勢の知識がないと考えられないんです。だから歴史を勉強しないといけない。けれども日本歴史勉強してないでしょ。学校で皆さん歴史勉強しましたか。ちゃんとしてないんですよ。日本の歴史はね、暗記科目なんです。人の名前とか年代とか覚えてるだけ。あれは歴史の勉強ではありません。ね、歴史の勉強っていうのは、ね、私こう見えても歴史の高校の先生の免許持ってますから、ちょっと偉そうに言いますけども、歴史の勉強っていうのは過去にあった実情をまず知る。その上で、ね、その当時の人がどういう社会背景のもとにどういう判断をして、その結果どうなったのかっていうことを分かった上で、自分だったらこうするのになとか、ね、あれこうするとこう失敗するのになっていうですね、ケーススタディをしたり、自分で、ね、案を考え出すため、それを相手に伝えるのが、ね、それが歴史の勉強の意味なんです。何かを暗記するとか、それはただのクイズ。日本の学校でやってる歴史の勉強はクイズなんです。クイズだから日本人は歴史が分かってないので、これからどうなるかが分からないわけですね。けど歴史っていうとなというとね、日本歴史長いからですね、教科書を開いたら縄文時代から書いてあるわけですよ。縄文時代っていつと1万年以上あるでしょ。だからそこまで遡るのがいいって言われてるんですよ。いや、縄文時代大事ですよ。大事だけど、まずですね、優先順位は近現代史です。少なくともこの150年ぐらいの歴史をですね、さらっと学んでほしい。そうすると、ね、今日に至るまでに日本には大体ですね、3回ぐらい大きな国難があったんですよ。今4回目だと私は思ってます。4回目の国難、近代における4回目の国難ね。1番目は戦国時代、大航海時代でヨーロッパ人が日本にやってきた、バテレンですね、南蛮人、こういう人たちがやってきた時は1回目。2回目は明治維新、ね、西洋列強やってきたでしょ。3回目は大和戦争の敗戦、
今4回目なんですよ。4回目。ね、これが、こういう認識持てるだけで、今我々が何から学ばないといけないかわかるでしょ？わかりますよね？国難に立ち向かった人たちのことを学ばないといけないわけですよ。1回目だったら家康とか信長とか秀吉ですよ。2回目だったら明治の元勲たち。3回目だったら、ね、特にまあ大戦争の戦った人たちと、あと戦後ですね。戦後の日本を復興した方々。ね、こういった方々が何を思い、何を考え、どう生きたのか。そして何とね、戦っていたのかっていうことを理解できないと、我々は、この日本という国をですね、失います。の主導権を失うんです。日本っていう国や島はなくなりませんよ。日本は残るし、島国としては存在しますが、その主導権が日本人の手から奪われるって話です。過去3回の国難を乗り越えたんです、日本は。4回目にして、ついにやられるのかって話ですよ。そういう風な認識持つだけで、今この現代日本という国に生まれて、生きている自分たちの責任感とか使命感みたいなのが一人一人の胸に生まれるでしょ。これをやらないといけないんです、本当は学校で。ね。でも、学校でそういうことを教えてくれないから、だから参政党でみんなで勉強するんです。ね。ちょっと前置き長くなりましたけど、今日ちょっと時間があるから、もうこれ講演会みたいなもんですね。今日これね、本当は政治資金パーティーで話そうと思ってた話ですよ。ね。もうつい話しちゃったけど。ね。まあいいんです。またちょっとアレンジしますから。まず、1回目の国難。幕末ですよね。あ、幕末ごめんなさい。戦国時代です。ね、去年ね、どうする家康ってやってましたけども、あの頃、やってきたじゃないですか。ね。で、あれはヨーロッパから大航海時代だとかって言ってですね、宣教師とね、商人がやってきたわけですよ。ね。で、宣教師は、情報を調べて、ね、戦力がない国、軍事力がない国なんかは占領しちゃうんですよね。ね。インカ帝国なんかね、何百万かいたとか言われてるのに、たかだか百数十人のね、スペイン人に占領されちゃってですね、ね、もう亡くなっちゃったわけですよ、帝国が。ね、その頃ですよ、日本に直しやってきたのは。でも日本は幸いなことに戦国時代で、ね、信長とかいたわけですよ。で、日本人器用で優秀だから、彼ら鉄砲っていう優位な武器を持ってたんだけども、ね、それ分解してですね、自分たちで組み立てちゃったわけですよ。ね、種子島とか、ね、ああいったところで。それで世界一の鉄砲保有国になってですね、で、スペインとかポルトガルを追い払ったということですよ。彼らからしてみたらね、悔しかったと思いますよ。他の国はね、アジアもアフリカも南米もね、北米もそうですよ。全部植民地できたオーストラリアとかもそうですね。オセアニアもそうです。そういったところも植民地できたのに、日本だけできなかったわけですよ。ね、悔しい、悔しい。ね、でも、それで、徳川幕府がですね、この江戸、ね、江戸町を作って、百数十年間日本を守ってたわけですよね。それが、日本平和すぎたもんだから、軍事力が遅れてですね、科学技術が遅れて、幕末にまたやってくるわけですよ。ペリーとかね、アメリカ、ロシア、フランスやってくるわけです。もうその時は向こうの方が科学技術、軍事力上ですから、ね、抗うんだけど、勝てないわけですよ。勝てないわけ。ね。これで、国論が割れて、いや、これはうまくですね、彼らの国を開いて、彼らの力も利用しながら、まず国力を高めるべきだという人たちと、今日後に、いやいや、そうじゃなくて、やっぱり、ね、断固徹底抗戦すべきだという人たちで、ね、戦ったのが、戊辰戦争とかでしょ。ね。でも、戊辰戦争の背後には、両方に西洋列強ついてるわけですよ。イギリスとかフランスとか。で、明治の時代になって、まあ、それこそですね、国を一部開いて、一部ですよ、開いて、外国人の力も入れながら、でも国力を高めていこうという人たちが主導権を取りました。で、そこにイギリスが入ってきて、金融の線とか全部入れてですね、で、日本を、まあ、経済的にも軍事的にもある程度、まあ、コントロールというまではいかないかもしれないけれども、リードしてきたわけですよ。大体明治の時代っていうのは裏にないイギリスです。大体それはね、政治とか歴史上では分かりますよ。金融の制度も、ね、日清日朝戦争も、大体ケツ回転のイギリスですから、ね、そういうのが分かってきますよね。そうやって日本は、まあ、80年かけてですね、西洋列強の仲間入りしたわけですよ。今から100年前なんか、日本は世界の常任理事国ですから。ね、今よりもポジション高かったんですよ。ね、今全然でしょ、発言権なしですよ、国際社会に。今は国際社会で日本の役割は金出すことですよ。ね、どっかで戦争あったらね、金出せ。ね、で、お風呂のね、武器とかね、薬とかね、あったらお前ら買っとけと。食料もそうですよ。大体ね、余ったらね、日本で売っとけなんですよ。そうでしょ、だって
これもね、話しておりますけど、大体世界でですね、ね、例えば使えない薬とか、ね、使えない食料とか、全部こっちに回ってくるじゃないですか。ね。で、しかも他の国より高く買わさるってですね。まあそういう状態ですよ。では、今は日本はそういう役回り、悔しいけど、でも100年前は違ったって話です。ね。で、常任理事国になって、日本は言ったわけですよ。1919年だったかな。第一次世界大戦終わってですね、国際連盟行って、人種差別やめようっつ。ね。これ世界で一番最初に言った有色人種は日本人ですよ。ね。アジア人、黒人全部合わせて有色人種で、ね、白人優位の社会ってのはちょっとおかしいんじゃねえかと。ね。もうちょっとですね、肌の色とかで差別せずに、やろうというふうに提案したのは日本人です。そしたらですね、当時の世界、まあちょっと空気読めなかったかもしれませんね。ね、いや、立派なことですよ。立派なことだけど、そんな白人が支配してる社会の中において、有色人種の権利認めてくれとか言ったら、怒られますよ。怒られたんです。ね。で、日本はいろんなところからね、外されて、ね、孤立させられて、で、西洋列強は植民地持ってますから、ね、こっちも持たないと、ということで、満州とかね、そういうところを抑えに行ったわけですよ。それを侵略だ、侵略だって言われてますけども、それは今のルールでは侵略かもしれないけれども、当時の世界からしてみたら、当然の国防的な動きですよ。ね。だってブロック経済とかやってて、自分のところの植民地で経済回してんだから、で、日本は資源がないでしょ？ね、あんまり。海底資源とかほれありますけど、そんな技術装置ないわけだから。ね。だから、そういう防衛ラインとして満州とか作っていくしかなかったわけですよ。でもそれでも、ね、包囲網を張られて、いろんなもの止められてですね、で、もうこうなったら戦うしかないよね、となって、もう無理やり引き込まれたのが大東亜戦争じゃないですか。でもね、誰がね、アメリカなんかと戦いたいんですか？ね。私たち今でもそうですよ。アメリカに対しておかしいことはおかしいって言うけども、絶対アメリカなんかと戦争しちゃダメですよ。ね。今も昔も変わりませんって。アメリカとか、ロシアでもそうですよ。そんな強い国とですね、戦争するメリットなんか何もありませんから。ね。だから、いかにうまくバーターして、ね、対抗していくかということで、今もそうだけど、昔もそうやってたはずです。けれども、それが許されずに、結局戦争に突入させられたというのが、ね、明治以降の日本の80年の流れですよ。ね。で、ボッコボコにされたでしょ？世界各国相手にしてですね。まあ、それでも4年間持ちこたえた戦争はすごいと思いますよ。ね。でも最終的にはね、非人道兵器っていうね、核兵器が使われてですね、大撃破されたわけですよ。この東京の街もですね、10万人、1回の空襲で10万人ですよ。東京大空襲ってどうやってやられたか知ってますか？東京周りの近郊からですね、円を描くように爆弾を落とされて、東京の中心部に人口を、人を集めて、最後中心に爆弾を落としたわけです。ね、囲って集めて最後焼き殺したわけですよ。こんなのね、戦争じゃありません。ジェノサイド、大虐殺です。ね、こういうこともね、日本人は覚えておいた方がいいですよ。ね、なんか日本がひどいとか言われたら、いやでも東京大空襲は、長崎広島の原爆は、ね、あれ大虐殺でしょ、ね、何よりひどいですよねと、ね、なんか人口増えましたけどって言って、ね、日本内大虐殺とか言われてますけど、日本軍が行った後ですね、何人人口増えてますからね、それでなんで虐殺なんだという話とかね、従軍慰安婦の話だってそうですよ。ね、あえて日本人が悪いことした悪いことしたっていうのをですね、一生懸命マッチフォームで広げる日本人とか政治家もいるんですが、日本の国益を考える参政党のような人たちは、参政党に所属するような人たちはですね、やはり正しい歴史の知識とか情報を頭に入れて、ね、おかしいものはおかしいと言っていかないといけないんですね。だから大東亜戦争はね、おかしいんですよ。最後。明らかに。あんなのはね、非合法的な制度なんです。大東亜だから。戦争は、法律では、国際法上は認められています。ダメだけどね。人が殺し合うことは倫理的にはダメだけど、法律上は認められてるんですよ。国際法で。でも大虐殺はどの条約にも法律にも認められていません。違法な行為です。やっちゃいけないんです。それをやってですね、無理やり戦争をやめさせといて、進駐軍が来て、占領し、6年8ヶ月もね。で、勝手に社会制度とか憲法まで変えちゃったわけですよ。ね、これおかしいの。皆さんおかしいと思ってますか？ね。これを戦後の自由統治がおかしいっていう前提に立たなかったら日本なんか変えられないですよ。ね。そう。これをね、言わない政党はね、保守でも愛国でも何でもない。自由がやったことはおかしいんです。ね。
これをね、みんなね、もっと国民はね、声を大にして、まあ言わなくてもいいけど、もう80年経ってますから、ただ、心の中には絶対刻んでおかないといけない。だから我々がね、政治を考えるときに、6年8ヶ月 GHQ の統治下で何がなされたかっていうのを知らない人間が政治のことなんか語っちゃいけないんですよ。GHQ がやった政策の目的は、日本人が二度と立ち上がらないように、要は戦争に勝った国に逆らわないようにすることが GHQ 占領目的だから。書いてる、ちゃんと、公文書に。そういうことが。でしょ？ってことは、彼らがやった政策と逆をやらないといけないわけですよ。ね。で、彼らはそうやってマスコミをコントロールしたり、学校の教科書を変えたり、ね、教育の制度変えたり、ね、税制変えたり、財閥潰したり、農地解放したり、やったわけでしょ？錦の御旗は民主化ですよ。ね？本当かと。都合のいいこと言ってねえかと。違うんですよ。錦の御旗は民主化。ね？本来の、本心は日本の弱体化です。ですか？ね？日本を弱体化するために政策の流れを組み、それをマスコミとか、ね、政党を使って、ね、固定化させたんですよ。これがわからない限り日本の復活ありません。ないんです、残念ながら。この前提をみんながまず共有しないことには、我々が豊かになったり自立したりすることはできないんです。できないんですよ、皆さん。ね、こういうことを全ての政党が言うべきじゃないんですか？ね、こういうことを言ってくれる政党だったら賛成党ディスっても怒らない。ね、大事なところはそこだから。ねえ、こんなことを言う政党は日本で10個あってもですね、賛成党だけですよ。ね、そういうことを本当にね、こういうことを言わないと、ね、選挙で、ね、通用しないような、そういう世論を作るべきだと私は思います。ね、それをですね、皆さんのまず共通認識にしてください。はい。あのね、動画撮る方は聴衆の顔とか勝手に撮らない、プライバシーがありますから。ね。そういうのは迷惑行為になりますよ。やめてくださいね。はい。こういった戦後の地域の占領政策を、まあ、細かいことは今日話しませんけど、何がやられてどういう目的だったかですよ。それが分かってくると、さっきね、あの、参政党の町議員さんお話しされたように、日本の教育がおかしく、子供たちの教育がおかしくなってる理由もわかるでしょ？子供学校行ったら日本のこと嫌いになるんですよ。ね、日本人としての誇り持てなくなるんですよ。海外行きたくなるんですよ。ね、西洋の方が素晴らしいって思うようになるんですよ。自動で、僕もそうでしたもん、だって。皆さんもそうじゃないですか？学校行って日本好きになりました？日本のために、国益のために頑張ろうっていう風になりました？ならないですよ。ならないんです。ね、これが教育の大問題。公教育ですよ。我々の税金であるんですよ。でしょ？日本の未来を背負う人材を育てるのが公教育の目的のはずです。ね、いくら個人が幸せになったって、個人の幸せ大事だけど、でも我々日本人が平和に豊かに暮らしていくためには、この日本という国がですね、平和で強くなければですね、ね、我々安心して暮らせないわけですよ。だから個人のね、豊かさとか安らぎとか幸せの根底には、安全安心豊かな国家っていうのがないといけないんです。それの根底をみんなで支えるという気持ちを持たせない公教育って意味あるんですか？ありませんよ。やめた方がいい、そんな公教育は。ね、そこから我々は考えていかないといけない。でもその仕組みにしたのも戦争に負けてからですよ。ね、こんな当たり前のことをですね、ね、言わない政治って本当に腐ってると思いますよ。そこですよ。ね、こういうことが全ての国会議員が言わないと私はいけないと思います。そしてそういう国会議員を増やすのが参政党の仕事だと思っています。ね。